どうも、安井健太郎です。はい、というわけで、今回はデートウィズのツアーの、最中なんですけども、ちょっとツアーの間にみんなにちょっとね、お話を聞いていこうかなと思ってます。なんかメイキングとかでは結構なんかみんなかしこまってね、かっこつけてあいつら話すので、ちょっと普通に僕が今こうツアーやってどうとか、お気に入りのポイントどうとか、なんか普通に会話をしていろいろ話していけたらなと思っております。ちょっといつもと違う感じの趣向なんですけども、楽しんでもらえたら嬉しいです。ちなみに今回のツアー僕はめちゃめちゃ楽しいです。皆さん本当にありがとう。来れなかった方もね、今回ちょっとやめとこうって思ってる方もいると思うんですけども、その方たちもね、いつか楽しめるようなコンテンツも考えてますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。というわけで、みんなにインタビューしていこうと思います。イエイ！アップですよね。アップです。今日はありません。はい。はい。しっかりブーツです。はい。はい。わかりましたか。はい。はい。前に出ますよ。うん、おお、なんだ。で、一サビは横一サボトル。一サビは横一。はい。一サビをする。はい。で、行きましょう。今日も頑張りましょう。おお。どうですか、意気込みは。仰ぎます。仰ぎます。さあ、5分前です。はい。札幌公演。行けるか。行きましょう。行きたいと思います。なんでその顔、はい、お疲れした。あ、お疲れした。デートウィズ、はい、ツアー始まって、はい、まあちょっとしばらく経ちましたけど、うん、始まってみてどうですか。そうですね、試合やってみるとやっぱりいろいろな気づきがありますし、全員が点に絡むサッカーっていうのを、やっていけたらなっていうのは思いますね。サッカー、はい。まあ、長嶋くんがドリーマーでセンタリングを上げた時、ああ、なるほど。と決める決定力だったり、そうですね、裏にパスを出された時のディフェンス力だったりっていうので、サッカーに例えるんですね。やっぱりやっていきたいと、はい。まあ、やっぱチーム力ですね。なんか早く終わらせて食べようとしてます。あの完璧に後ろにさ、こうキリンとかあるボードの手でやってました。ヒーローインタビュー。そう、ヒーローインタビューで。じゃあちょっとみんなに聞いてるんですけども、はい、今回のツアーでお気に入りのポイントは、うん、お気に入りのポイントですか、うん、お気に入りのポイントは、なんだろうな、どこだろうな、まあ、ドリーマーが僕は好きです。おお、最近長瀬がちょっとちょっかい出してきてます。ちょっかい出してきて、嫌なのでクラクラクラと、そのケンちゃんが話してるんですよ、ドリーマーのイントロで、うんうん、話してる。で、大事なこのキラーワードを言うときに長瀬が聞かないんです、うん、そうね。なんちゃらなんちゃら、うん、テテレレレン、憎いよね。気が利く男だなと。進化してきてるよね、あそこもね。なんかね、うん、果敢にチャレンジするんですよ。うん、あそこはすごい好き、うん。でも果敢にチャレンジってさ、うん、モロもさ、はい、今回サックス、うん、だいぶまた、まあ、夏もいろいろチャレンジした、うん、夏にさ初めてこう、うん、アドリブでソロをもうやる、はい、決めないでやってたけど、うん、またなんか今回また違う挑戦をいろいろしてる感じがするんだけど。そうですね。曲によってなんかイメージ変えてやるっていう。うん、チャレンジ、すごいね、テンションが上がる。あ、でもなんか曲中にケンちゃんがテンション上がってくれてんのを見て、うん、テンション上がる。なんかやっぱモロのサックスでこうギアが上がる感じがすごい、うん、お客さんもそうだと思うけど、ほんと毎回違うじゃん、フレーズも毎回違います。初めての人も何回も来てる人も楽しめるような、すごくいいところだなって。セボーナライブとしてもすごい強い武器だなと本当に思ってますので、ぜひ後半戦も、はい、よろしくお願いします。ちょっとぶちかまします。ぶちかましましょう。頑張りましょう。行きましょう。頑張ろう。バイバイ。バイバイ。食べていいよ。いただきます。お疲れ。あ、お疲れでした。サラオジャン、テレビがお尻出してんだけど、やばい。映すよ。
そうね、これ長津のね、あのショルダーキーボード、名前がついてソラオっていうんですけど、ソラオくんって言うんですけど、まあまあまあ、でもこうやって練習してるわけだ、偉いな、ね、本当に最近楽しいなってより思うようになって、うん、もっといろんな表現ができたらなっていうふうにそのみんなと話してるんでね。さあではデートウィズのツアーの方はどうですか、はい、そうですね、なんか僕の中ではドリーマーの馬の役を弾くんですけど、なんかこうリハの時は本当に難しくて、うん、どうやってやればいいのかなと思ったんですけど、うん、改めてこうピアノってこういう楽器だよみたいな、うん、こう強弱をつけてこう流れを作って全体的にこう、うん、その流れを作ることができる楽器だから、うん、もうちょっとこういろいろ勉強してみたら、うん、もっとよりいい表現ができるよってこう言ってくださって、うんうんうん、楽器の指導の方に、うん、結構いろいろ試してみてるんですけど、うん、毎回こう発見があって、うん、すごくやってて楽しいし、うん、みんなに、あ、今日はこれが良かったなとか、今日はここがちょっとあれだったけど、うん、まあでも全体的に良かったなみたいな、うん、何か分かんないけど、今日はすごくなんか考えずに気持ちのままに出たりもするので、うん、なんかこう本当に今までは緊張して失敗しないように頑張ろうとかだったんですけど、今はどう弾こうかなって言ったらいいかなっていう、うんうん、なんか方に変わってすごくね楽しいし、めちゃくちゃいいね。さっきこの前モロにインタビューしたんだけど、うん、モロは一番好きな人はどのドリーマーの長野さんが好きだって。マジモロシマジそう言ってもらえるとすごく嬉しい。いやでもすごいよね。みんなに聞いてるんだけど、今回のデートウィズのツアーでここお気に入りポイントみたいなのちょっとある。お気に入りね、やっぱり俺レストのミスサンド。おお。あれをね一人で見せるってやっぱ相当な体力が必要だな。体力、体力が必要。その見られる意識とか、なんかこうゆっくりだから、うん、やっぱ体幹とかめっちゃ疲れるんだろうみたいな、うん。だからそれ終わった後にシャボンでこうミスサンドを通るんだけど、うん、尋常じゃない汗かいてんのよ。ああ。でもそんだけ、うん、そのゆっくりな曲ほど疲れるし大変なんだろうなって、うん。でも見てて綺麗だから。うん、なんだあそこ歌のハモとかもやってるんで、うん、最初は結構見れてなかったんですけど、うん、なんかちょっとずつ余裕が出てきて、うん、ミスさんのダンスとかも見れてるんで、うん、なんかもう本番毎回違うと思うんですよ、うん、あとそれを見るのがすごく楽しみになってきました、はい、これから見に来てくださる皆さんに、はい、一言最後。いや本当に毎回違う公演になってて、うん、僕らも最後の公演とかがどうなるのかが分からない、毎回どうなるのか分からない作品なんで、何回見ても面白いですし、うん、1回しか見れない方でも、うん、なんか心に残るような作品を作ることを心がけてるんで、うん、なんかぜひね、今日はこうだったとか、うん、このね、こう話せる時が来たらいいなと思ってますね。そうだね、こういうライブがあったんで、うん、そういう機会も作ってもらいつつ、うん、このライブはライブでめちゃくちゃ楽しむっていう、うん、あの精神でやっていただけたら嬉しいなと思います。僕らも頑張ります。はい、じゃあ頑張りましょう。頑張ります。後半戦とかまだまだあるけど、はい、じゃあねー、バイバイ、ありがとう、さい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 、はい、お疲れ様でした。さあ、ということで、うん、デートウィズ、はい、ツアーどうですか。しょうがないですよ、始まって本当にね、まあ、前のツアーでも思ったんですけど、うん、その地域によってやっぱお客さんの空気全然違うから。それはわかる。そう、だから俺そのお客さんの空気感を感じるのが好きですね。言葉ではなんかわからない、その合わないとわからない雰囲気とか、確かに空気感が俺すごい好きで、なんかね俺それね、うん、ちょっと思うのアランの最後の挨拶に、なんかそれが、うん、今日アランが感じたことが詰まってるような気がする、うん、なんか確かに結構違くない。違う、その毎回考えてないから、ね、基本的にその場で本当に思ったことを言おうとは思ってるから、結構そのお客さんの雰囲気でなんか言うことはマジで変わるなっていうのを、そう俺も感じてて、ね、なんかそういうイメージは。あとあれだよね、今回はギターに、そうギターに挑戦して、挑戦、はい、成功する時もあれば失敗する時もあって、まあやっぱ楽器って難しいんだなって本当ねみんなのこと尊敬しますよ、改めてマジですごいなって。それは本当に思う、本当に思う、思うけど、まあ練習はします。いやでもね、しかも一発目のさ、うん、披露がやっぱソロだから、そうだよね。いやけどそれはまあそういう場を与えてもらえたことに感謝しつつ、うん、練習するっていうのはだって選んだもんね、どうするってなったら、ね、そっちの方がかっこいいから、そう弾く弾かないみたいになって、うん、いややるって言ったから、でもう絶対そっちの方がかっこいいと思ってる。ああいいですね、うん、ちょっとじゃあぜひアランの成長も楽しめるツアーになっていきたい、うん、はい、だからぜひねまた見てください、後半の方もね、後半来てください。なんか代々木とかはどうですか、楽しみ。やっぱ代々木とか楽しみですね。代々木もあるし、ピアアリーナもあるし、うん、だけど今はまあ一つ一つの公演
マジ楽しみで、それで頑張れてるから仕事、うんうん、まあ代々木ピアリーナはまた今回だ大きさも変わるから、うん、まあ、またねちょっと新たなチャレンジっていうか、他のちょっとまた今やってるものとは違う雰囲気のものも見せられたらいいなとはもちろん思ってるんですけど、けど俺らも今どうなるか分かってないから、確かに今ちょうど話し出してるぐらいだから、ね、だから結構楽しみです、今からワクワクしてます、うん、ツアーのステージ上でもいいし、地方いろいろ行けるじゃん、うん、なんかこうこれがこうツアー頑張れてる原動力になってる、まあ、曲だったり、うん、その行動だったりとか、なんかご飯だったりとか、なんかある、うん、いや曲で言うと、うん、なんか好きな曲ある、アランって どこが好きなの今回のツアーで言うと。え、俺ね、いや結構割と全部好きだよ、それはもちろん、うん、だけど特にお気に入りの曲は俺アジテートなの。あ、やっぱね、アラン、ああいう楽曲の感じ好きだよね。なんか空間が広くて、うんうん、スタジオもロック的なのし、うん、だし、なんかああいうギターのリフもちょっと UK ロックっぽい、はい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 、だからあの曲はなんかテンション上がるんだよね、うん、だけどあの曲自体が上がりきってない曲だから、はいはい、それね、それがいいんだよね、行ききってないっていうか、なんか不思議な魅力がある曲が好きだから、うん、結構あれはもう気持ち上がるし、あれがなんか来た時にもう一段階上がるような気がして、結構今回のツアーでも大事なとこに置いてあるからね、うん、アジテートは、うん、残りまだまだありますけども、はい、楽しんでやっていきましょう、まあ、うん、頑張っていきます。サウナ行きましょう。サウナは行きますじゃあねー、はーい、お疲れハギーヤ、ハギーヤお疲れ、お疲れハギーヤ、よっしゃっす、バイバーイ。嘘ね、ハギちゃん最近さご機嫌だからさ、うん、デートウィズツアー始めましたけどどうですか。始めました今ね、4都市目、4都市目どう。いやでもすごいね、札幌、札幌すごかったね。った、いや他の都市もすごいよ、すごかったですよ。今日ちょっとすごい楽しかったね、なんか楽しかった、うん、ちょっと楽しかったからいつもやんない、ちょっとなんかもう顔をツルツルにしてツイッターに写真あげちゃった。ツアーの方はどうですか、ツアーの方は。4都市目に行ってなんかでもどっかでも行ったんだけど、うん、前のツアーで表現が全部一緒だなって気づいて、そのお芝居やったりとか、うん、そのなんか歌ったりダンスしたりなんかドラム叩いたりの、うん、その表現がやり方違うだけで全部一緒なんだなって気づいて、うん、まあ、弱点も分かったし、うん、なんか長所も分かったからこそ、逆になんか自分の好きな芝居で頭の中変換してイメージつきやすいものに変換して今やってるんだけど、めっちゃ楽しい、うん、でもハギちゃん昔からよくですよ言ってたよ、うん、だそこはまたよりコネクトしたのかもね。そうかもしれない、だめちゃくちゃダメ出しが全部、うん、うん、ちなみにお気に入りポイントある、ハギちゃん今回、今回の、うん、ツアーで、今回のツアーはでもなんかそのクリスマス後にあるもしもは、うん、ああ楽しみだね、楽しみだ、めっちゃ好きなんだよなんかアルバムの中での、いや今回あれだもんね、その組アルバムでさ組分けを初めてやってる、組分けっていうか、うん、まあ、組分けっぽいこと、うん、カフェラテアモロとサナフィーとミュート、うん、ね、あカシスガーランとナナツ、うん、で俺とハギちゃんはないんじゃないかっていう、うん、みんなね心配してるからね、あれだけど実はそのもしもがちょっとそういう感じになってて、そうそうそう、ちょっとね、歌わせてもらってるけど、いいよ、でもなんか2人のあの1番めちゃくちゃ喋るじゃんめちゃくちゃさっきもめちゃめちゃ登場するけどねいいよ、2人の1番の感じとか、ほんと嬉しい、ありがとう。でもあれさ、ハギちゃんね、すごい好きな、めちゃくちゃ思い入れがありますね、ライブでは楽しみだね、うん、うん、そう、楽しみって感じかな、うん、あとはでも、なんかめちゃくちゃきついじゃん、正直モンスターぐらいの時って、うんうん、からの追い込みラストはライブしてるなって、ね、そこやっぱ俺らっぽいよね、ぽい、うん、やっぱ俺らってああなっちゃうんだよね。だからそっからの今回もライフもちょっとアレンジしたじゃん、したクラップするようなリズムでやろうぜってちょっとなんか俺言い出して、うんうん、ちょっと変えて、でなんかミュージシャンの先輩とか来てくれて、うん、さらにそれも直してくれて、うん、ライフがもう一生変わり続けてみたいな。確かに武道館の時はまた武道館の時で、うん、舞台セブンダーの時は舞台セブンダーだし、うん、武道館の時は武道館の成長があったし、うん、でこの前またちょっとアレンジしたし、うん、夏のツアーで、確かに、で冬でまためちゃくちゃ変えたから、確かに、なんかその番組で正規の弾いてくださいって言われても弾けないかもしれない。でもハギちゃんのドラムがなんかすごい変わってる感じがすごいする、うん、ライブは特に顕著に分かる。そうだね、うん、だからね、気持ちを切らさないっていうのがやっぱ大事かな、うん、なんかその夏のツアーは気持ちとかなんか結構不安定なこともあって、うん、なんかそういうまあ反省があって、正直、うん、まあ、みんなに迷惑かけちゃったこともあったんだけど、いやいやいや、やっぱりなんかもうそれにバンドって不思議で、うん、ドラムに引きずられるじゃん。だからもう常にこれはもう
笑顔でいつか。確かに。ハジちゃんのそれを最近超感じる。じゃあこれから全国来てくださるお客さんに向けて何か一言最後ありますか。そうですね。なんかこれ夏川から始まりましたけど、うん、また夏の時もそうだったんですけど、ツアーを通してまあなんかね同じもの見れないっていう声も あるかもしれないけど、うん、もう逆になんて言うんだろう。僕らまだ本当に未熟なんで、うん、それをこれを通して成長してるわけですよ、うん、でその姿を見ていただけるといいかなって思うし、まあ、今日のね札幌の皆さんもすごくなんかもう、まあ、もう始まりから、ね、空気も温かかったし、うん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 、なんかライブに来たぞーっていうのがもう本当に来たんで、うん、もうお前らぶっ潰すぞみたいな感じの勢いで来たんで、うん、俺もぶっ潰すぞみたいな感じで、うんうん、なんか行くとなんかすごくキャッチボールになる。そうだね、うん、そこにしか生まれない瞬間ができてる感じするよね。 それがやっぱり楽しいんで、やっぱコロナ禍でなかなかそういうのができないけど、うん、気持ち伝わるし伝わった時にはこっちも変わるんで、うん、あなんか一緒に作っていきたいですね今後も。いやお願いします。みんな言ってんのやっぱ、うん、セブンはやっぱりみんなそういうね一緒に作っていきたいです精神ですね我々の。そうでございます。それでは素晴らしかったです。ありがとう。じゃあここからまだまだツアーありますけど頑張ってくださいね。頑張りましょう。頑張りましょう。バイバイ。ルル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 バラララララララお疲れっす。だいぶ他のメンバーで計量違うけど。そう、みんな来んなよ。来んなやろ。こんなやろって言ってたよ。みんな来んなよ。すいません。さあこれはね今ちょっとツアーの、まあ、ここまでやっての感想をちょっとみんなに聞いてるんですけども、うん、どうですかツアー開けてみて。きつい。とんでもない。とんでもない運動量。確かになんか武者修行ってまあそのリハの時も言ってましたけど、うん、武者修行より武者修行だって。いやそうなんだよね。やっぱねデートっていうだけあって1日のデートなんて、うん、大変なんだなって思った、うん、そうだよ。だってこのデートウィズって、まあ、タイトルがさまずミュートがさ実はこれ決めたタイトルだったりするからそれは思い入れあるやっぱある。そのテーマ性とか、うんうん、一日の中で移り変わりでみたいな、うんうん、ね、そこまでねミュートを決めてくれて。そうそうそう。今回特にあれだよね、その元の持ってる曲もあるし、うん、新しいアルバムもあるし、うんうん、でも元の曲は武者修行の時のようには、うんうん、まあ俺らの中ではあんましたくないっていう気持ちもあったから、うんうん、じゃあどうやってアレンジするんだろうみたいなって考えてね。まあでもそのそのデートウィズにふさわしい、うん、まあそのセカンドのアルバムの、うん、サナビの曲とかもそう、うんうん、カペラテとかもそうだし、うん、まあ元ドリーマーもそうだし、うん、なんかそういうなんかポイントポイントでやっぱサナビの作る曲結構やっぱキャッチだな。キャッチだよね、うん、キャッチ、うん、その世界観がやっぱはっきりしてるから、うん、なんかそういうのが楽しめたらいいなって思ったのがきっかけだけど、うん、まさかコントまでやってもらった、うん本当ね。あんなになると思ってなかった。そのあんなにみんなが本気になると思ってなくて。でも俺あれもそのまあ見に来ていただいた方はわかるし、見に来てない方はどうなんだろうってなると思うけど、あれもまあメイクさんをいろいろメイクしてもらって、うん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 、メイクさんに聞いたんだけど、そのミュートがとにかくやりきってくれと。いいんだと。そのとにかくもう面白いことをやるんだったら俺はもうやりきりたい。ミュートが強く言ってた。垂れ込みが入ってすごいと思う。気合が。いやまああそこあんな案件で悔い残したら、うん、もう毎回恥ずかしいと思ってそうだよね。やるのやるしかないと思って。いやそこがさ楽しかったよね。いやそうね、うん、ちなみにこのみんなにも聞いてんだけど、うん、今回ツアーでお気に入りのポイントはありますか。お気に入りポイントですか。いや俺結構爆弾好きで、おお、うんうんうん、はやっぱ楽曲がまあパンクロックのスピード感、うんうん、僕らの中では最速の曲なんですけど、うん、あのシンプルなコード感と、うん、みんなこうガシャガシャで、うんうん、俺はすごい好きで、うん、特にヤスもさ、うん、ギターで入ってたりとかさ仲間に入れてもらってあんなスピードの中に放り込まれてるけど、いやでも楽しいよ、楽しいよ、うん、全然あっていう時あるけどなんか楽しい俺も、ね、文化祭感あるよ、いい意味でのなんかね。作り込みが得意なセブンオーダーであるからこそなんかああいう瞬間っていうのがいいよね、生きてくるなって。確かに真っすぐだから、ね、真っ直ぐ。あとでも長瀬も言ってたけど今回見たレストのダンスが、うん、こういうのもあるんだ。もうお芝居じゃないか。そうだね、ダンスだけど、うん、お芝居とダンスの間みたいな、うん、大変だけど、でもお互いすごい大変なことをさ、うん、まあ自分たちの中ではハードなことをしてるから、うんうんうん、
なんかそれのすごいキャッチボールじゃないけど、そっち側もなんか自分たちのその作り上げたいものとか、結構それをエネルギーとして使ってるから励みになる。逆にそのみんながすごい見守ってくれた中でやるっていうか、やっぱあえてみんなも挑戦してる中で俺もいるっていう気持ちにすごいなるから、レストはすごい楽しいです。いやあれはすごいな。ノンステージだし、あれやっぱ言ったらこう激しい楽曲じゃないけどさ、うんうんうん、すっごい体感とか使うんでしょ、うん、やばいやばい、もうびっしょびしょだもんね、汗自分でね、うん、左手と右手をね、ちぎろうとしてるおいや、そう自分でも自分の力でちぎろうとしてるだけそうそうそう、いいよね。でもなんか、うん、それがあってすごいステップアップできる瞬間でもあって、自分の中で、ね、そのコースキー君とね、うん、出会えたのも、まあ、これあったから、すごいそこには感謝してて、自分にとっても新しいなんだろう、扉というか、ああ自分でこういうのなんか感じれるんだなと思うと、自分のなんか持ち味になったらいいなって。いや、めちゃくちゃ素敵だなと思います。いやいやいや、本当に来てくれるファンの人とかに向けて何かありますか？いや、もうこんなに、なんだろう、隅々まで行けたことないから、うん、確かにそうだよね、うん、なんか今日それこそ北海道、札幌でやらせてもらいましたけど、前回初めて札幌にやっぱすっごい暖かかったし、うん、暖かった今回は超暑かったし、いや暑かったよね、今回、うん、だからその九州勢とかさ、やばいのかな、やばいよねいやでもなんか毎回思うんだけどさ、うん、こういう、言ったらその俺たちが住んでない土地に行った時に、うんうんうん、こんなに待ってくれてる人たちが感動するんだよ。うん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 、そうじゃあ、だからもう、それが楽しみですね。そうだね、またいろんな方たちのいろんな気持ちをもらうのがそれ楽しみですね、ツアーの醍醐味。ぜひ待って、皆さんお待ちになって、うん、僕たちデートしに行くので、およろしくお願いします。ミュートって不思議だよねやっぱなんか不思議だな、なんかさ、どっちも持ってるみたいな、やっぱ特殊、やっぱね、君はやっぱね、その特殊な環境で育ってるから小さい頃からやっぱり、なんでそれ、やっぱりだからなんかもうすごい両方持ってるっていう不思議な、いや面白いわ、やっぱ森田ミュートって人間はね、面白い。違う違う違う、これからも皆さん森田ミュート楽しんでくださいそれではバイバイ。バイバイ。お疲れでした。お疲れでした。佐々さん、はい、どうですか、ツアー。そうっすか。はい、いや楽しいっすよ。楽しい。うん、じゃあお気に入りのポイントある、なんかここ好きだな。お気に入りのポイントはこうした演出なんですけど、あのみんなで乾杯するバーのシーン。あー、あるね。あそこで俺いつもモロにお酒渡してるんですけど、モロがでかいよって言ってる、あのウイスキー私の方です。今日受けてたね、あそこ、あれを受けると、やったあんないっぱいギターガンガン弾いてて、お気に入りはモロに大きいお酒渡すとこ。そう。ギター弾いてるので誰も見てないよ。見てるよ。見てるよ。見てないよ。見てるよ。見て、もっと見て。サンピオ見て。みんなサンピオもっと見てください。もっと俺下向いてるかもしれない。俺を見て。サンピオ見てと。サンピオはね、もうみんなに見てほしいわけよ。そう、泣いちゃうぞ。そうだよ。なんかサンピオの俺キャラクターこっちは好きだな。なんかこういうさ、インタビューとかメイキングでさ、たまになんか小難しいこと言ってんじゃん。かっこつけたがるから。あれは俺良くないと思う。良くないんだけど。いや俺サラピーの声とか好きだよ。良くないんだけど、ね、いや良くないんだけど、割とこうセブンオーダーとか固い話しないじゃない。そうね、だする担当だったの、担当大臣を任命自分の中でね、そう、してた、なんかセブンオーダーちょっとかっこよく見せようと思ってた、音楽あー音楽、そうね、音楽のこと話せるのね、サマーピーぐらいしかないからね今。でもこうなんか見せたんだけど、思った以上にこいつは面白いから、ちょっとなんかもうそういうのもいらないんじゃないかって思われて、なんか最近はそういう音楽の話すらもしないまあでも音楽のねところはまた別でね。そうそうそう、真面目な話で聞かれたら真面目な話で切り返すけど、まあ、あとはもう別になんか日常をお届けするみたいな。いやいいと思うよそれが。感じですよ。いやこれからまだまだ全国回るけども、ファンの皆様とか来てくださる皆様とか、最近ね男の方もすごい増えてきて嬉しいよね。サマピーずっとね来てほしいって言ってたもんね。そうなんかね、もちろんいつも来てくれてる人もありがたいし、そう新しくさ来てくれる女性の方もすごく見かけるしさ、あなんかその人が例えばじゃあねペンライトとか持ってくれたら嬉しいなってなるじゃないですか、でなんかこうねいつも来てくれてる人もここまで来てくれたんだってなる中で、
なんか男の人はどうやって知ったんだろう、俺ら。わかる。思っちゃう、まあその、うん、元々のね、その感じも含めて、うん、どこで知ったんだろうっていうのも含めて、一個話みたいな、ね。嬉しいよね。じゃあ、これから来てくださる方たちに、じゃあ一言ラスト言ってお願いします。はい。本当に今もうチケット代もこう高くなってる中で、来てくれて、うん、今日とかもめちゃくちゃみんな盛り上がってくれて、うん、いや本当に嬉しいなって思ったし、うん、結構こうツイッターとか見てても、なんかみんな筋肉痛になった。嬉しいね。二の腕振ってたら二の腕がここやばくなるじゃん。うん、でもなんかそういうところとかも、でもなんか楽しい、体を使って楽しんでもらえるようになって嬉しいなと思ったんで。嬉しいね。思い出になるもんね。そう、これからもなんかみんなと一緒にライブ作ってみたらいいね。本当そうだね。サナピー、この絵めっちゃシュールで面白いわ。マジ？うん。もうさ、体をケアしないとダメだよね。そうね。もうそうだよね。頑張ってると、それぐらい満身創痍でね。それぐらい頑張ってるもん。じゃあサナピー、またよろしくね。ありがとうよ。2022年、はい、これがありますが、なんかきっとね、あのいろんなあり、いろんなことがあるご時世ですけども、なんか明るくね。なんか僕らは笑ってたいなと思いますので、ぜひ皆さんと一緒に楽しい時間をこれからも過ごしていけるように頑張りまっちょめ。これがアクスタになります。これがこうアクスタになります。もう頑張りまっちょめ。早かった、早かった。頑張ります。